はい、どうも岡田千恵里担当プロデュームのテク担当申します。はい、ということで水着ガシャ、水着の限定ガシャが来ました。はい、今回の限定アイドルちゃんはしきにゃん、よしの、牧野さんの3人なんですけれども、私の、予想見てください、こちらでした。ということでね、今回なんと全員正解しました。やったー。いやー、3人ともね当てたの初めてなんで、すっごいびっくりしてます。来てますね、波が。この調子でね、精度上げていきたいですよね。ということで、はい、いや水着いいですよねいいよね、イラスト。うん、まず、しきにゃん、これ3人ね、色違いのお揃いの水着いいよね。そしてよしの、これビーチボールで遊んでるんですけど、なんとちえりちゃん映り込み。牧野さんめちゃくちゃセクシーなんよね、日焼け止め持ってね、っていう感じでね、もうイラストがやっぱりめちゃくちゃ素敵なんですよね。じゃあアイドル詳細見ていきましょう。ほい、ドルチェ・プエラ、一ノ瀬四季ということで、四季にゃんはダンス、ビジュアル特化、センター効果、キュート、デュエット、特技、溶ける、思い出ということで、6秒中確率のミューチャルできております。6中ミューチャルつきましたね、四季にゃんに。はい、続きまして2人目、渚の夏乙女、頼田よしのということで、よしのはボーカル特化、センター効果、パッションプリンセス、特技、群青、11秒中確率のオルタネイトできております。はい、そして3人目、マーレコンフィーネ、矢上牧野ということで、牧野さんはボーカル特化、センター効果、クールユニゾン、特技、触れる肌の熱ということで、6秒中確率のアンサンブルできております。はい、ということで特技もしっかりサイクル通り来てくれたんで、特技の予想もね、まあ、見事当たりました。はい、そして特訓後もね、まあ、すごい可愛いんですよね。 3D モデルでね見ていきましょう。はい、じゃあまずしきにゃんから。いや、ツインっていいですよね、ツインって。この淡いピンクが、まあ、モチーフとなってる感じのね、水着衣装になってるんですけれども、すごい女の子らしくガーリーな感じにね、めっちゃ全振りされてて、めちゃくちゃ可愛いよね。いや、ツインテール可愛いなぁ。このピンクと黒のね、組み合わせが可愛くて、セクシーさもあって、すごいいいよね。そしてね、水着らしく足元はサンダル。もうこのサンダルも結構リボンとかがね、いっぱいついてたりして、可愛い感じで。ここのね、この部分、生地って言えばいいんかな、柄が水着と同じ柄になっております。はい、じゃあ2人目、吉野行きましょう。結構ね、カラーが鮮やかな感じになってるよね。この辺のお花とか、この部分のフリル部分が結構原色使ってるんで、結構、まあ、吉野にしてはね、珍しく結構カラフルな明るい感じのね、まあ、衣装になっておりまして、いやー、髪型かわいい髪型かわいい。この下の低いところでのね、この2つ結び、リボンも大きくてね、めちゃくちゃかわいい。そして、まあ、ワンピース型かと思えば、ちゃんとおへそもチラリしてるね感じで、すごいかわいい。かなり夏らしさがね、全開な感じの水着となっております。はい、そして3人目、牧野さん。牧野さんはこのまとめ髪がめちゃくちゃね、大人っぽい。このパールもね、ついてて、ヘアアクセサリーも大きめのヘアアクセサリーがついててね、この右側だけこう流してる感じ、すごい大人っぽくて、メガネもこれ、この仕様なんだな、この水着の、この衣装仕様なんじゃない？そしてね、また水着が大人っぽいのよね。すごい大人っぽい。形がね、まずこの胸元からここね、首のあたりに伸びてる布のこのね、形が大人っぽくて。はい。水着自体はね、これ短いけど。ここの
柄もね、すごい夏らしい感じで、めちゃくちゃよね。こっちのこの布もさ、海のキラキラ感出てる感じで、なかなか大人っぽい感じのね、水着となってます。いやー、個性出てるなー。個性出てるねー。いやー、いいねー、水着。イラストいいねー。ちえりちゃん映り込みっていうのもあるしねー。まあ、めちゃくちゃ欲しいんですけれども。なんか、こうなってくると、ますますさ、なおが、結構、来そうよねって思って、もうあのアニバでなんで、まあ納税でね、ちょっと頑張っていこうかなと思います。はいはい、ロードなし。あ、そうそう、言うの忘れてたけど、今回 S レアがないんですよね。なんでやろう、珍しい。え、多分初めて、どうなんやろ、限定で S レアがなかったことは初めてなんかな。はい、ということで、紹介していきました。ちょっとね、あの理想編成についてなんですけど、最近ちょっとね、まあちょっとね、難しくなってきてちょっとわからなくなりつつあって、なんかまあミューチャルはオルタネイトアンサンブルと組み合わせて、であとは秒数違いのね、そのオルタネイトとか、ミューチャルとは秒数の違うコンボなコンセット組み合わせてみたいな、まあ、それでいいとは思うんですけれども、ゲストなしイベントの編成とかがもうごっちゃごちゃで、もうちょっとね、わかんなくなってきてるんで、またね、そういうのを、ちょっと、研究する配信とかもあってもいいかな、とか思ったりしております。またね、ライパなりそういった配信したいと思うんで、よかったら遊びに来てください。あと、もう少しでチャンネル登録者が1000人いきそうなので、ぜひぜひ、お済みでない方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。